イオンモールさんにランチにやってきました。それではモールに入ります。これ日曜日だったんですけど、やっぱり日曜日のイオンモールさん混みますよね。まあ、こんな感じでシーズンデコレーションされたりしてて、季節感抜群でしたね。でこの日はランチとあと映画、これですね、こちらです。イオンシネマさんのアップグレードシートで映画を見ようってことで、まあ、イオンモールさんにやってきたんですね。でこちらのイオンモールさんのアップグレードシート、映画の鑑賞チケットにプラス、500円でこの広い、横幅2倍足元は 1.5 倍のとっても広いシートで見れるんですよ。でしかもその500円で、ドリンク付きなんですよ。でドリンクもなんなら1杯500円ぐらいするので、これ実質無料でアップグレードできる超快適なシートで映画を見ようってことでやってきたわけです。こちらのイオンシネマさんのアップグレードシートの動画はこの概要欄に動画のリンクを貼っておくので、ぜひそちらもご覧ください。それではフードコートにやってきました。これですよ。もうね、今日はペッパーランチさんって決めてたんですね。そしてこの日は29日だったので、お肉が 29% 増量なんですね。お値段変わらず 29% 増量。その 29% 増量のペッパーライスがこちらになります。もうね、ジュージュー半端ないですよ。そしてタレを2ついただいて、あとニンニクですね。さて、まず、匂いがいいですね。ビーフの焼ける匂いですね。これはたまんないです。軽くまず混ぜますね。軽く混ぜて、軽くなじませておきますね。あの音半端じゃないですね。鉄板がいい温度になってますね。ちょうどいい焼けの温度になってます。そして鉄板にこれタレを入れて焦げつかせて香ばしさを出していきます。鉄板は熱々ですけど火にかかってないので、タレが焦げることはないんですけど、ちょうどいい塩梅のお焦げができるぐらいの熱は持ってるので、これでしっかりと、焦げ目をつけていきます。いやもうね、タレが絡むのめちゃくちゃいい匂いですね。さてこの辺りでこれすりニンニクを適量入れます。そしてさらに混ぜていきます。あ、もうニンニクの香りがやばいですね。ちょっと甘めなタレの香りとニンニク混ざって、これ食欲めちゃくちゃ刺激する匂いになってます。さてほどなく混ぜ終わったらペッパーライス、お肉増量いただきます。まだ熱々なんですよね。これあ、うわすごい湯気が出てる。これあ、いいおこげ出ましたね。ありました。いや美味しいですよ。おこげがちょうどよくて、タレがね焦げついてて、これがねコクとね、まあ、ちょうどいい苦みもあって、そして甘くてコーンがプチプチして、いやこれ牛肉もむぎゅっとして美味しいですよ。 29% 増量なんで、まあまあ結構ボリュームあるお肉の量が入ってます。これですよ、お肉熱々ですよ。甘いタレ、これ反則レベルの美味しさですね。もうね、このタレだけでご飯にかけて、あとネギとかパラッとしたらもう美味しくいただけそうなタレですね。ということで、肉の日の、ペッパーライスの 29% お肉増量の動画でした。いやいい香りですよ。とっても美味しいです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。